はい、どうも、ラギです。サイト4が、まだ、他の武器を終わってないんですけど、先にですね、サイト5の方に、飛んでいけたらいいなって思ってます。とりあえずジャンプして、行きましょう。ということで、今回もヒーローモードをね、やっていこうと思うんですけども、ヒーローモード終わるまでは俺は、バンカラマッチ?まだやらないや、とか決めてたんだけどさ、やらねえとか言ってたんだけどさ、まだやってないんよ。まだ結局ね、ちゃんとルールというか自分の決めたことは守ってんですけど、これが終わらない限りはできないと考えると、これはこれで寂しいなと、思ってます。てか、サイト3だ、こっち。次5だよね。ん?そうだよね。次5だよね。で、なんか、分かれてたんよな。サイト5に行くときの道が。なんか、2箇所行ける場所があって。で、先に4来たって感じで。次ありましたね、5。なんで5先行けるようになってたんだろうね。こっち行かなくても、4行かなくてもよかったのかな?やべ、なんか1号、あおりちゃんが息止めてるって危ないぞ。アスナログリーンヒルズだって。よろしくお願いします。わーお。わー。あ、戻るパイプ。これがあれだ。先にこっちも行けましたっていうパイプだ。どんくらいあるんだろう?とりあえずね、俺はね、この、オレンジの、イクラはいっぱいあるので、ここなんかありそう。絶対あるでしょ?ほら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 !ミステリーファイルなんだけど、やった!いきなりゲット。ね、20までってことはさ、19、18、17、16、あと4つあるぞ、これ。結構あるぞ、ここ。取り逃さないようにしないと。わー、いっぱいある!うわ、3000も使うの?まあ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 、1万持ってるのでね。いいんですけど。なるほど。こんな形してるんですね。じゃあ、手前のやかんから行こうか。ちょっとオロナミン C あるので飲んでやっていこうと思います。ボルドマーカーだぞ。うん。うめえ。オロナミン C って、炭酸の中で、まあ、1、2番争うぐらい好きなんだけどさ。まあ、1番コーラなんだけど。コーラが一番好きなんですけど。俺の飯、なんか飲みすぎないし、瓶だから。いいですよね。ラインマーカーを使ってゴールしましょう。何これ?ちょっと待って、俺ラインマーカーって知らないんだけど。なんかライン出るけど。ほら。これなんなん?ライン。はい。で、これ一応取っとくか。取っといて、一応反射させることができるな。取れてない。ここかな?オッケーオッケーオッケー。で、これを、スイッチか。押せば、次に行ける。あ、オッケー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 。わかったわかった。じゃ、今回、撃ってもいいんだよね。もちろん撃ってもよくて。あ、今か。一応攻撃にもできるのか。なんかインクめちゃくちゃ手に入るんだけど。なんだこのインクは。はい。一発。はい、二発。からの、早いね、3発 OK! これはタイミングだな、目押しだ、目押し。はい、ラインマーカー、行きましょう。はい、倒して。なぜボルドマーカーなのだ。危ない強い強い、待って、強い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 。端っこから行くか。で、これ倒して。あ、これもしかしてラインマーカーで狙えばよかったのか。あれも下から通すのかな ?OK、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 OK。なるほど。爆弾をうまく使う。あれ、爆弾もう消えちゃったんだけど。ちゃんと当てなきゃいけないんだ。あっち来た時に。ここ。オッケー!なんか適当にやったんだけど、完璧何も考えずにやったんですけど、一発目。なんかいけました。レイマーが取って、何この子倒すの?レイマーがで。はい。あ、当たってないね。はい。ラインマーカーで倒せないから、もう裏回って倒そう。もうゴリ押しだ。おい、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 追いつけないだろ、お前。あ、開いた、なんか。なんだ?何すればいいんだ?どうなってるんだよ。1,2,3,4。一筋縄じゃいかない。下を通すとか、横を通すとかかな。これかな。あ、くるくる動いた。で、こうか。ここに当てるんだ。わかった。一回、当ててから、上の、当ててから、これ開いたけど。
こういうことか。あ、OK、開いた開いた開いた。で、ラスト、この上を使って、角度使って撃つ。そうすると、開く。よし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 。一発でできたのでかくない？まあ、最初お試しモードもやったんですけど。完璧完璧。てか面白いですね、ラインマーカーの使い方。角度ついて。これは、どうするべきなんだろうな。これは、あ、倒すのかな？あれ倒すんじゃないか？ただ、角度が足りないから。あ、危ない。危ない危ない危ない。あ、なるほど。あの子の上で、撃つんやな。いきまーす。はい、どう？まず一匹。で、こうかな。あー、当てなきゃ意味ない。あー、当たった当たった、勝手に当たった。ラッキー。じゃ、次が、ここら辺ですかね。はい。ラインマーカー残るから当てやすいですね。で、これ、当たればいいんだけど、当たるかな？当たったかな？オッケー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 。なんか意外とさっきの方が難しかった。今回の敵を倒すよりこっちの方が難しかった気もする。イェイ！ナイス！ありがとうございました。面白いラインマーカー。これなんかミニゲームとかでも使えそう。普通に面白い。ん？そうだ。そうだそうだ。動画をね、撮りすぎてね、容量が足りなくなっちゃったパソコンの。もう撮りまくりも良くないなって、早く編集していろいろ出していかないなって思いました。なので今回、一個前にさ、言ったんだけど、あ、ゴールドディスクやった。これで、音変えれたらいいんだけどね。そう、何言ってたっけ？そう、なんか言ってたわ。今言ってたこと忘れちゃった。あ、そうだ、ある。サイト4のまだ終わってない武器やってないから、どっかでね、一応やらなきゃいけないです。それも、ね、容量なくてできなかったんですよ。先にこっちやろうと。待って、これ何やんの、パブロで？時間内にイクラをすべて集めましょう。1分10秒ある。70秒か。いくらじゃあ全部集めて、うわ、パックマンみたいになってるよ！あ、待って、これ一回見た方がいいね。はい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 。こういう遊び知ってるよ？こういうゲーム昔あったよ。俺ゲームセンターとかでやってたんだよ。パックマン。まあこれ迷路の形を覚えてその通路に行けってことか。まあぐるって一周回ってから、じゃあダメかな。一応右側にインクタンクあるから、あそこを経由して端攻めていこうか。はい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 。ルート今確認してます。ルート。ルートを確認してます。最後にこの真ん中に入る予定なので。じゃあ行こうか。もう何も考えずに行こうか。行きましょう。はい。スタートー、よろしくお願いしまーす。ぐるぐる待って、待って、待って、ぐるぐる回ってる。ちょっと待って、これ、ブルドーザーじゃん。結局戻る羽目になってしまった。結局戻って、なに。いや、あえてこっちから行こう、あえてこっちから。インクタンク取っといて、で、先にこういうのを取っといた方がいいですね。ルート見た意味全くなくなってます。はー、来てる。オッケーオッケー、端から攻めていきまして。時間もね、少なくなってきたんですけど、これは戻っても平気だね。今、ブルドーザー来てない。オッケー。あ、いけそういけそういけそう、全然いけそう。はい、これ取らせてもらいまーす。リンク回復、残り10個。いけるいけるいける。いけるいけるいける。あ、戻ればいけるぞ、これ多分。ラストだぞ。ここだけだぞ。1、2、3、4、5。はい、ほら。あんまり道見る意味もなかった。パブロだったからね、やりやすかったですね。ありがとうございました。これがリッターとかだと難しかったんやな。今度やってみよう。ん？次はなんだ？もうアサリじゃない、イクラの数がもう、1万3000戻ってきちゃったけど。はい。次こっちです。てか今回、あれだ、縦長だね、ステージが。今のところにミステリーファイルまだいっぱいありそうだけどな。うわ、暗っ！え、これ。霧って書いてあるよ。手探りで進んでゴールしましょうって書いてあります。ちょっと見えづらいな。サーモンランド霧みたいになってるね。なんか敵いるし。振り向いてた。敵いるぞ。これ敵？これ敵だ。打ち返せ。危ねえ。敵なのか敵じゃないのかはっきりしていただかないと。この。わーお。マルチミサイルもせっかくだし撃っちゃいますか。もったいないかな、ここで使うの。
まあ、いっか。なんか、後で残しといてね。使わないのももったいないしね。あるもん使っていきましょう。で、今回は、ゴールするだけでいいので、別に、あ、マルチミサイルまたあるじゃん。おー、危ない。危ない危ない、アーマー取っていこう。あ、最終10分で早っ。待って、これゴールするだけって早いですね。はい、上登って。待って、マルチミサイル一応俺持ってるからさ、上に撃ってみる？待って、上に敵いないんだけど。この目の前のやつに撃つの、俺。せっかく出してマルチミサイル。上に行っちゃったマルチミサイル。そっかそっか。屋根があるのか。そっかそっかそっか。オッケー、もう普通に。あー、今度トルネードあるけど、トルネード何に使えばいいんだ？トルネード、あれか？あれに使うのか？はい。避けられましたけど。トルネード。完璧に避けられましたけど。もう行っちゃおうか。行っちゃおう行っちゃおう。これえぐい、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 これえぐい。危ない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 。なんかいる、なんかいる。イカロールしっかり使っていこう。はい、オッケー。オッケー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 。よし、こしゃけありがとう。なんか意外と簡単だった。ちょっと見にくくなっただけじゃ俺は止められないぞ。ありがとうございました。俺の道飲みます。炭酸も、水が、水じゃない。炭酸が抜き切る前に乗る、飲まないと、美味しくなくなっちゃうからね。これやってきたとこだけど、もう、あまりないから、一応、後から戻るのもめんどくさいので、これだけに何かないか確認してもらって、ないかな？これはもう行ったとこだよね。ないのかな、本当に。これ、ああ、あるある、よかったよかった、行っといてよかった。どこ？これ隙間か。よし、ミステリーファイルではなさそうだ。もうなさそうじゃない？さすがに。もうないべ。こっちもないべ。意外と東大元暮らしでこういうとこにあったりするから。いや、ないな。オッケー、完全制覇。こっちが完全制覇しました。メインではないと思いますけど。あおりちゃんがなんか言ってる。あ、ありがとう、いくら。100個もらったわ。あ、ここにある。とりあえず、下開けときまして、なんか出てきそうだな。お、ミステリーファイルじゃん。よっと。19番。これもしかして、こっちから逆側なのかな？ 20 から19ってことはさ、正規ルートあっちなんじゃない？俺逆攻めしてるぞ、今、逆攻め。あれ？ない。待って、ない。あ、上かな？あ、これなんかあるの？ありがとう！よし、ちょっと一回上登らせてもらって。遠いね。遠いね。先200だな。ありがとう。あ、発見。いくら発見。どうしよっか、上登って。まあ、夜間からやっていこうかな。1000円のがどこかにある下か。これかな？これも開けといて、先に。いいね。で、次こっちも開けといて。開けるとこたくさんだな、ケバケバインク。はい、オッケー。で、手前からということで、これかな？行きましょう。裏側へのこだわりって書いてある。ちょっとだんだん難しくなってくるのか？ん？飲み終えたぞ。オロナミン C。飲み終えたぞ。今回選んだ。何をするんだ。背中を狙ってゴールしましょう。背中を狙って？どういうことだ？背後からゴールってことか？この背中を狙って倒せって意味なのかな？うわ、急に出てきた。うわ、本当に急だな。うわ、オッケー。全然オッケー。あ、これイカロールしっかり使って避けて。背中を狙う。こういうことかな？だいたいそういうことなんだろうな。ちょっとイカロールの練習しながらいけるのでちょうどいいですね。あっちに小鮭投げとけば、俺が背中を攻撃できると。あ、背中。背中ちゃん、いてえ！普通に当てられました。危ない！遅いよ。攻撃食らうとね、即死じゃない代わりに遅くなっちゃうからね。よし、背中。うわ、いっぱいいる上に。
うわ、いっぱい切る。うおー、一気に倒せるか。無理だ。一気には倒せない。エイムが足りなかったかな。じゃあ俺壊しときまして。おー、まだ。これなんだ？これは、イクラですね。はい、イクラと一緒に攻撃。イクラじゃない、鮭だ。ごめんなさい。イクラじゃないです。イクラちゃん。名前がイクラみたいになってる。ペットのイクラみたいになってる。あ、最終チェックポイント。あー、これ、待って、この人なんかヘッドホンつけてる。いてー！今なんか、衝撃波みたいに出てきたよ、ヘッドホンつけて。ちょっと強いのか。ジャンプで避けれる。ただ、硬いね。いててててて、当たっちゃった。あ、終わりか？おい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 、歯応えがないな。いや、まだいるな。うわぁ、あんなのやつ無視だ。あんなとこからジャンプしたら、もうゴールされちゃうだろ。普通は。クッパみたいになってるやん。クッパのマリオのなんだ、クッパ城のステージの、斧を、ね、自分で、守ってたのに、ジャンプしてきて、抜けられたタイプみたいになってる。伝わったらいいな、今のこの長い例えが。言ってる途中で俺何言ってんだって気づいたけど、最後まで言ったわ。あ、あった。ミスリファイル。違う、置物だ。お、なんか変な置物手に入れた。しかも、ここになんかあると教えてくれてる。よし。さらにここにも。あ、いいですね、ディスク。本当にこの、ディスクって、このレディオの、ディスクかけるとこの近くに絶対あるよね。なんかミロ的なのあるよ。何？あ、ケバインクがないか確認できるのか。こっちも一応見とくか。夜間結構あるなぁ。1、2、まあ、見えるだけで2個 ?3 個。いや、もっとあるんだろうなぁ。手前の夜間やりますか。いけるやつからやっていきましょう。またゴールするやつだ。ゴールするやつは意外と簡単なんだよな。個人的には。よし、これだな。個人的にはね、本当にゴール、倒さなくてもいいのでね。まあ、ぶっちゃけ倒した方が楽なんですけど、無視もできると。ああ！なんかいる。今上からでしょ、絶対。絶対上からでしょ。待って、危ない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 耐えた。で、トルネードじゃなくてこのプロペラ使って正面だな。あ、危ない。なんか出てきそう。出た！君は出た！あ、もう君はもう無視よ。君は無視。クッパ城のクッパは無視で。よし、誰かいるぞ。あ、わかった。わかった、もう倒す必要ないんだ。これ倒す必要ないんだ、別に。重要じゃないもんな。オッケー、あんな守りに入ってるやつは、あれだよ。機動力がないから追いつけないよ。あ、もうこれ守ん、あ、待って、守る、倒さなきゃダメだな、これ。うん、こじゃけちゃんに任せようか、今回。お、出てきた。出てきたけど、そう。そう、痛い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 。衝撃はなかなか強いてか、こじゃけちゃん全然倒せないじゃないか。俺が倒さなきゃいけない。まずは上から、オッケー、上から行って、君が上に乗った時に、はい。なんかなかなか歯応えのあるやつだった。意外と強かったな。はい、上行きましょう。はい、どうする？あ、まださらに上行けたんか。ちょっと焦っちゃいましたね。せっかちなんでね、私。これ登れない？あ、無理か。あ、上登ってくれてんのありがたい。ちょっと小鮭に任せましょう。普通に行って、はい、小鮭が今のうち倒してくれてるので、ナイス！ナイスナイス。あー、まあありがとうございます。これまた上上がれますね。無視でいいんかな？無視いけそうだな。で、これどこ？全体的に上がる。オッケー。ウルトラショットあんじゃん！ちょっとスーパーチャクチャよりこっちの方がいいの使っていこう。倒せる？倒してからの最後！オッケー！ウルトラショットって意外と俺難しいイメージある。なんか、ワンチャン狙えるよね。おい、ありがとうございました。いいね。なんか、こんくらい、こんくらいの難易度すごい好きだわ。サクサクできそう。まだいっぱいあるんですけど。あ、そうだ、サイト
後はどんくらいあるのか見ていこうかな。夜間の数。ちょっと待ってね。ああ、ゴジャケがどっか行っちゃう。13。13個あるんだ。あ、じゃあ今5個やったらあと8個あるんだ。なるほど。結構あるな。ここなんかあるの？あった！はい、ありがとう。開けていこう、開けていこう。なんかありそうだね。こんだけ開くとね、絶対あるからね。しかも端っことかにね。ここね。お、見せればいいじゃん！なんか16番なんか気持ち悪い、ヤシガニ。なんか成長してる。成長してるぞ、こいつ。今度見ていこう。17番と18番が、まだあるみたいなので、気は抜けない。探さなきゃいけないからな。気は抜けないぞ。お、どっかにあるのか？どうだ？教えてくれ。結構遠くまで反応するんだね。こっち向きね。はい、オッケー。何もないけど、オッケー。全然いいよ。ちっこい夜間、入っていきましょう。なんか俺気づいたんだけどさ、ちっこい夜間とでっかい夜間あるじゃん。ちっこい夜間の時はさ、なんか軽いミッションみたいな。わかる？あの、おっきい夜間ってさ、武器選べるタイプで。もう一個はもうなんか決まってるタイプなのかもしれない。だってこれ職バンダーだったよ。ほら。これでゴールするんだって。俺ね、意外と職バンダーあんまりわかってなくて。今なりまだね、分かってない。だから、ほんとガチマッチやる前にね、これをやったのはね、正解なのかもしれない。あ、オッケー。シュッ、シュッ、かっこいい。シュッ、からの、シュッ、シュクワンダーでくっつけば勝手に上がれるぞ。シュッといって、シュッといきます。からの、うぃ、危ない。こうかな。はい、こう、行きまして、最終チェックポイント。意外と普通、待って、これ見た方がいいのか。俺、こういうの見た方がいいですよって言われました。さらに上にあるのか。めちゃくちゃ上だな。後ろからぐるって回っていくタイプだ。確かに見た方がいい。確かにこういうのは見た方がいい。もうパパッといっちゃいますよ。シュッと行って、シュッと行きたいが行けなくて、くっついてからの、シュッと行きまして、まあ、裏から行くのが正解だと思うので、シュッと行きましょう。で、くっついて、上行ったけど何もなくて、どうする？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 なんにもないぞ。待て。ま、止まっちゃった。なんかあるのか、ここに。これなんだ。これなんかあるのか。あー、何もない。ちょっと一回戻ろうか。シュッ。こっちなのかな、本当は。行くべきところは。ぽいな。ぽいぞ、これ。ぽいぞ、これ。こっちだ。こっちだ、道間違えした。職バンナーの力使って行きましょう。はい。はい、オッケー、簡単ではないけど。全然いけるよ。はい、ゴールついていく。なんかさ、友達がさ、職ワンダー難しいって言ってたんだけど、友達に言ってやろう。下手なんだって。嫌われる。友達をなくす。絶対言っちゃダメだ、そんなこと。マジでね、最悪ね、俺がやってあげましょう。面白かった、普通に。これはね、難しいよ。自分なりのフォローしてる。はい。うい、オッケー、いけるか。危ない危ない。あ。あるね、バルーン。これも1個でしょ、だって。あ、ごめん、嘘ついた。これちっちゃいやかんだから、1個だけかと思ったら、あ、でも最初に言ってたの、あ、しゃっくり出てきた。ちょっと待って。しゃっくり出てきた。ごめん、しゃっくりしたらごめん。しゃっくりなんか息止めると治るって言うんだけどな。いろんな直し方があって。これ息止める？待って、大丈夫かな？これ何すんの？的を壊してゴールしましょう。で、時間制限はないぞ。おー、待って、危ない。あー待って、レールあったんだ。もう一発目やられた。おい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 。俺か、俺、なんか、間抜けすぎんか？これ。オッケー。で、この的を、ちゃんと壊すんだろうな。弓を使って。これは移動できますね。はい。で、さらに的あったのかな、今。的ないよね、別にね。見逃し、あ、待って、壊してない。見逃してるとかないよね。大丈夫だね、俺ね。レールが出るもんね。時々あの、的を壊すんじゃなくて、的を見逃しちゃう可能性から、こういうのも的だと思っちゃうからさ。あ、大丈夫っしょ、これ。
ッケーオ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 ッケー、全然オッケー、全然オッケー、全然オッケー。それフルチャージすればね、拡散して爆発できるんで。で、一応ジャンプしたら、時間稼ぎもできるので、この、こうやってね、いけるので、大丈夫なんです。おお、すげえ、チャージしながらのこの、あー、危ない、切れ、まあ、チャージはダメ、危ない。オッケー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 。ジャンプして、一応イカリング取りましょう。なんとなく。いけるか？待て。オッケー、取った、取った、取った、危ねえ！いけるか？オッケー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 。意外とね、癖があるからね。勢いないと落ちてきちゃうからね。真ん中拡散。オッケー。今んとこ、大丈夫そうですね。あー、なにこれ、どうすればいいの？こんちょ、これどうすればいいの？縦だ。縦だ。オッケー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 。あー、ギリギリ、ギリ、マジでギリギリ。危ねえ。ちょっと、待って、これ一回戻るんだけど、危ない。普通に難しい。普通に難しいぞ、これ。指、普通に難しいぞ。しっかり当てていく。オッケー。あー、曲がるな、危ねえ。はい。ここに当てろってこと。オッケー、一応ジャンプして、確認しといて。ちょっと待って。オッケー、危ねえ、今、パシャパシャでいけた。本当に弓どういう風に出るかね、未だに分かってない。解明されてない、俺の中では。あ、オッケー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 、全然オッケー、全然オッケー。ここまでいけてる、ここまでいけてる。いけてるぞ、俺。危ねえ。最後、マジで危ねえ。取った取ったよ、お母さん取ったよ、俺。これ、難しいんじゃない？もしかしたら。友達、こっちの方が難しいって言いそうだな。ヒーローモード。はい、ありがとうございました。他の武器も難しそうだね。ま、でも弓の方が難しいんじゃないか？どうなんだ？はい。ミステリーファイナーと2個手に入れるミッションも俺の中で残ってるので。あと、ケバケバ全部壊すっていうミッションも残ってるわ。はい、煮干しゲット。ナイスだね。イリコニウムって言うんだけど、ローけど。俺の中では煮干しなんですよ。あ、壊させていただく。おい、こじゃけん、当ててくれ。壊してくれ、こじゃけん。お、なんか出てきた。はい、置物。アンテナだ。なんかありそうじゃない？ああ、こじゃけんごめん、落ちちゃった。なんか、ちょっとなんかありそうなのは山々なんですけど。ちょっと側面についた、あれ？側面についた、ケバケバからね、壊していく。あ、また置物だ。なにこれ？これもさ、ロッカーで使えんだろうね。ちょっとロッカー早く俺、改造したいな、自分なりの。あ、なに？ミステリーファイルか？そろそろミステリーファイルか？よく隠れてるから、あー、まあ、煮干しだ。煮干しでした。こことかありそうだよな。ほら。どこ行った？あ、教えて！あ、これわかった。なんか、なんとなくここだなって。オッケーオッケー。で、こっちにはないのか？あ、ごめん、こじゃけ。はい。情けですね。オッケー。じゃあ、こっちがないということで。もういいや。わ、夜間だけあったー。頑張りましょう。ヒーローシューターあるね。次なんだろうな。丸型、荒型やったぞ。よし。よし。何するって書いてあった？いないぞ。ゴールか、どうせ。またゴールだ。打ち合いを制してゴールってことは、戦わなきゃいけないんだろうな。ああ。打ち合い。勝った？勝った。打ち合いってことは、倒して勝てってことだから。もうこじゃけ使ってもいいんだろうな。ふーっと危ない。もうイカロール使えばね、こんなんね。あ、こっちにもいるね。きっとイカロール使えば余裕なんでしょ。あ、あ、あー危ない。どうせ左にもいなかった。一応着地持ってるぞ、俺。上にもいるよ、これ。上、オッケーオッケーオッケー。しっかりエイムよく当てていく。おい、イカロール、イカロールが強い、イカロールが強い。あ、なんかいる。こじゃけ、任した。頑張れ頑張れ頑張れ、こうじゃけ頑張れ頑張れ、こう、いけ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 、ちょっと弱いな、うちのこじゃけちゃん。ダメージがちょっと弱いな。
でももうこれ制したことになったのか。誰もいないもんね。よし、次いけるぞ。最初か？まだ、まだあるぞ。お！ウルトラショットを使っていこう！ウルトラショット、オッケー。で、最後ここかな。ほい。お、待って、強い。待って、二人いる。オッケー、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 オッケー。あとは正面か。こっちを打ってからの戻って、オッケー。ちょっとこのね、イカロールしっかり使っていきたい。おっと、ガードしてるね。ゴリ押しだ。全然ゴリ押しだ。さあ、他に敵はいない？いないですね。余裕だ。もうこれあと登るだけだ。いけるいける。全然いける。ピロピロ使っていきましょう。はい。ピロピロ裏切られた、ピロピロに。裏切られた。しかも今イカロールしようとして意外と失敗するっていう、恥ずかしいところを見せてしまった。はい。ピロピロ、はい。一応ピロピロと言って、オッケー、ピロピロと。さっき落ちたからな。あーまあ。あんま大事。あ、最終チェックポイント来ました。いや、イカロール。あ、なにこれ。なに？あ、なんか出てきた。ごめん、リスキルして。あ、こっちにもいる。まだいんの？君は何者だ？やべ、間違えて投げちゃった。くそ、こいつ強いぞ、多分。しかし、俺のこの、イカロールを使って、ライジンステップとイカロールを使えば、大丈夫。こうだ。こうだ！オゲ！裏回って。あれ倒したけど。やったー！余裕だー！いけいけいけ、こっちゃけいけいけいけ、サンキュー！あ、一応着地使っとこうもなんかめ、もったいないし。着地全然使わないんだね、せっかく使うのに。もったいないね。よし。どうするか。ありがとうございました。ということで。1、2、3、3と6と8と12だから、あと4つは確定であるのは知っている。知ってるけど、どこにあるのかは知らない。一応探しとく？ここだけで。なんか落ちてんじゃないの？ここら辺落ちてんじゃないの？ないの？え、本当にないの？あ、待って、でも見つけちゃった。だとしても見つけちゃった。夜間は見つけました。あ？なんか掘ってる。え、なんか掘ってるけど。こっちだけなんか掘ってるよ、勝手に。俺が投げてこっちだけ何やってんの、これ。自分で見つけとるやん！こっちだけ自分で見つけた、今！俺がたまたま投げたら掘ってた。はははは。そんなことある？そんなことある？え、運良すぎん？運良すぎってか、ドンピシャすぎない？あ、やったあ、そんなことあるの？ちょっと、スーパー着地を使ってゴールしましょう。着地以外使えないから。さっき、職場の時撃ってた。あ！もうダメだ。着地しかダメだ。着地絶対溜まるんだ。いいね。じゃあ着地だけ。着地だけです。簡単じゃない？そしたら。だとしたら簡単だよね。はい。箱邪魔だね。箱めっちゃ気持ちいい。これ一回こっち行ってからのもう一回こっちだろ？ダブル着地気持ちいい！これ爽快感めっちゃありますよ、皆さん。爽快感。で、さらにこっちでも着地をしっかり使っていき。三つ目！トリプル目！行って、三つ目行ってからの、一応着地使っておきましょうと。待って、これタイミング、タイミング、タイミング、タイミング。タイミングしか見ないとね。はい、下！で、こっちに移動して。まさかね、着地が使えるなんてね、ヒーローモードでね。嬉しいよね。亡くなったスペシャルだと思ってたので、着地使えるのは嬉しいと。まあね、使い勝手いいですからね。これ何？これ真ん中にあるけど。あ、タイミングか。次だな。ほら。時計回りと反時計回りでね、真ん中に集まるようになってました。ここでしょ。わお。これは下から近づくのかな？はい。
はい、からの。失礼。失礼しまーす。さあ。ああ！そっか。ごめん、ちょっと俺早すぎたね、今ね。危ない危ない危ない。危ない。危ない。はい。移動する。あ、挟まれる。タコスナイパーをしっかり倒して、ちょっと待って、しっかり行ってから使わないと。意味ないのだ。うおー！オッケー！一応もう一回使っとくか。着地めっちゃ使えるやん。これはこれでね、楽しいですね。あと3個ぐらいかな。意外と、早いな。全部の武器をやらないと意外と早いな。サイト5。もうだんだん難しくなるとは思ってたけど、別にね、特別難しいわけではないね。なんか絶妙な、本当に、難易度。次なんだろう。ふぅ。はい、よろしくお願いします。うん、また。あれ、またシャックルでそう。ちょっとシャックルでそうだ。よし。これもゴール目指すやつかな。視線に気をつけてゴールをしようって書いてある。あー、チャージャーの視線ってことか。あ、ここで一応、切れるよ、車線切れるよってことか。まあ、イカロールこう続けていけばね、やられる心配も多分ないと思うので、ほら。さすがにイカロール当てられないだろ、あの子たち。ほら。で、イカロールしっかり使って。ゴールしようって書いてあるけど、どこ行けばいいんだろう。どこがゴールなんだ。一応着地もゲットしましたけど。あ、登んなきゃいけなかったんだ。このチャージャー避けつつ、登ると。こういうことね。危ない危ない。しっかり避けていこう。ここ、ここ、ここ、ここね。はい、危ない。一応車線は切って。はい。まあ、柱使うか、せっかくだし。柱使って、あ、すごい、スパイ映画みたい。こうなるよね。めっちゃ見てる。よし、バレてない。はい、オッケー。はい、オッケー。すごい。ビルの中攻めてるスパイ映画みたいになってる。よく俺映画見るので。あ、こっち行かなきゃダメなんだ。これ止まらなきゃいいっしょ。いけますよ。止まらなきゃ。あー、危ない。危ない。危ない。痛い、当たりちゃった。待って、危ない危ない危ない。あ、まあ、あってよかった。せっかく私登りますか？あっと、なんか出てきた。あ、もう、これはね、イカ登り。OK、こういう時にイカ登り。あんまりつかないイカ登りをこういう時に使っていく。はい。はい、避けて。しっかり避けて。お、マルチミサイルありますよ。そんな関係ないですけど。ほい。せっかくなので避けて。この行き方でね、いけるのでね。はい、OK。避けながら行けました。ありがとうございました。まあ、倒す必要もね、ないので、みんなが倒した方が多分、安全にね、行けると思うんですけど。よっしゃー。しゃー、行けるぞ。次は次なんだ。ここは、また、外れの起きちゃったね。あ、待って、ケバケバインド残ってるよ。こっちのステージだけ、ちょっと先に終わらしとこう。後から戻るのもな。二度手間だしな。はい。あ、ディスクだね。まあ、そりゃそうだろうな。ここにね、音楽ディスプレイヤーあるから。音楽ディスプレイヤーっていうのかわからんが。こっちは？ないか。ないね。よし。一応上から見れるぞ。あ、待って、あるあるある、この下なんかありそうじゃね。あ、ほらほら、出てきた出てきた。しかもミステリーファイル、よかった、来といて。あ、かわいい。竜宮城店長のカマスダです。かわいい。でもあれ、カマスダって名前じゃなかった気がする。あの子。雑貨屋の子。確か。確か違う名前だった気がする。あれ、かわいいよな、あの子。名前知らんけど。忘れちゃうんだよ。はい、これですね。これをやりたかった、俺は。
上から垂らしていいのかな。はい。これもなんか上から行けそう。上から垂らす分なのかな。合ってんのかなこれで。はい。最大射程使って。はい。上登れと。はい。次は？こっちか。はい。青いの倒して。戻っていくぞ。あれ終わり？あ、戻った。あ、また見せれ割れた。やったー。これで、18も揃った。全部揃ったんじゃない？ミステリーファイル。イエーイ。もう心残りなくなったわ。あともう、その、落ちてるものさえ見つけられたら。ここは？ないか。なんかもうあるとこもね、予想ついてきた。ってことはもう行っちゃっていいかな。うん、行っちゃっていいな。最後のレールです。あ、夜間発見。全然赤い、このイクラ減らないんだけど、17000個あるんだけど。全然減らないぞ。ケバケバめちゃくちゃ綺麗にできるぞ。あ、竹だ。何すんの竹で。何打つの？ライドレールに乗ってゴールしましょう。あ、わかった。スイッチを。そういうことか。あ、スイッチ押すの？これ大変だぞ。難しいぞ。はい。これ難しいと思うのよな。あれ？何これ？なんか別のやつあるけど。あっち結局戻ってくんのかな？なんか、ショートカットできんのかな？それとも。あ、戻った！普通に戻った！そういうこと？そっちに戻る的なやつか。ここに。これショートカットできそうじゃね？無理なのかな？あ、待って、これ一回降りた方がいいよね。降りる必要ないんか？危ねえ！降りる必要ないんかい！ないんかい！あーい！からの、ライドレール乗って、よし、これもしっかりイカリング取って、あ、あるぞ。これしっかり当てていきましょう。はい。この2発。はい。お、一回潜って、ちょ、今潜ってたのに。挟まったぞ。今ほら、挟まったぞ。間に挟まって。あ、笑ってできない笑ってできない、ライドレール。はい。おい、これ、なかなかの癖者だ。一番、今、やった中で一番難しいサイドゴの。普通に潜ってたつもりが潜ってないという判定にもなるので。三つ。あー、危ない、今の。オッケー。これ取れなくても取れる。はい、オッケー。これわざわざチャージしなくていいのかな？これ、パシャパシャでもいけるのかな？あ、なんかある。イェーイ。普通に遠いんだけど。終わるじゃん、もうこれ。ラストでラスト。うわぁ、ジャンプだと知らなかったけど、ジャンプしてよかった。あ、なんかあるぞ、横に。横いっぱいあるぞ。ほら、これしっかり当てていこう。もうよ、しっかり当たってる、しっかり当たってる。しっかり当てていこう、オッケー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 。で、飛び乗る。一応これ取っとく。なんかスイッチがあるわけでもないのか。取っとく、潜る。はい。で、うわー待て。だ、来てる。一回でやろうとすんな。一回でやろうとすんな、俺。一回でやろうとすんな。あれ？今やったじゃん、全部。ね、今全部やったよね。あと一個残ってるらしいよ。どこ？そんなやつある？なくね？え、全部やってんじゃん。は？お、どこにあんだよ。どこ？え、あと一個でどこにあんの？いや、わかんない。一個どこだって。ずっとやってるけどないって。どういうこと？下？下？下？え、真ん中でんの？ないよ。どこだ？どこ？ちょ、一回降りようか。一回降りよう。一回降ろして。下ろして。下ろさして。あちょっと待って、わかんない。どこにあった？どこにあんの？あと一個。え、最初からなんだけど。おどこにあんだよ。教えてくれよ、あと一個の場所を。1、2、3、潜る。4、下は OK だよね。下 OK だよね。あれ、当たんない。当たんないんだけど。OK でしょ？これ一応取っとく。あ、あ、あ、あ
そんなところにあった。そんな、ちょっと待って。キャー、危ねそんなところにあった。見つけたぞ、最後の一個。裏にあったぞ、今。ここ、あ、ちょっと待って、ここ、ここか、ここか、ここか。もういいよ、先に。先にこっち、先にこっち。もう見つけた。この裏ね。渡った裏ね、渡った裏。なんか見つけたからな。行くぞ。はい、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 はい。どう、どう、いた？上行ける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 ？なんか、引っかかった。ずるいぞ。ずるいぞ、この裏にあるのは。引っ掛け問題と一緒だ。詐欺だ、詐欺。ありがとうございました。楽しかったな、片道切符のこの。こういうのね、求めてるやつだ。だんだん終わっちゃうんですけど。終わりに近づいてるんですけど。終わっちゃうよ。あ、これ弓もあるんだね。弓とか難しそうだね。うれ。あ、一応出しとくか。酒。ないか。おー、夜間が2個あるラストかな。先に3000やっときましょう。はい。はい、オッケー。全部のケバケバクリアしたと思います。じゃあ目の前の夜間行きましょう。食ワンダーだ。また食ワンダー？結構好きなんだけど、俺、食ワンダー。スパイダーマンみたい。こういう名詞出しちゃダメかな。普通にスパイダーマンなんだけど。スパイダーマン嫌いか好きかって言われたら好きなんだけど。別に対してスパイダーマンでキャーみたいなのならないけど。普通に好きだけど。嫌いな人ないもんな、スパイダーマンに。で、なんか一応ホークサイなんですよね。はい。はい、一応ホークサイも使って、食ワンダーとホークサイなんで、戦わなくても、危ない。食ワンダーと長いよね、普通に。はい。こっちもいけんのかな。別になんか壁につかめる必要ないから、あとね、距離がどこまで行っていいのかわかんなくて。こっちも行けんじゃん。ね、こっちも行ける。で、僕はどこに行けばいいですか？こっちかな？こっちじゃね？こっちじゃね？ほら。あ、で、この壁乗って、さすがにあの遠くは無理か。あー！今、食ワンダーが伸びきった？ちぎれたか？ちぎれたな、今な。まあ、下に行けってことか。距離はこんくらいか。覚えとかないとな。ジェットスイーパーの射程ぐらい？そうだね。ジェットスイーパー射程ぐらいだね。ここまで行けるか。上通せんじゃねこれ。ごめんなさい、なんか。上からごめんなさいね。なんかあるんだけど。何これ。ゴールしちゃうんだけど。取れた。鍵。鍵が必要と書いてあります。わかりました。彼らを倒すんだ。後ろから、気づかれないように。何？気づいたか？もうちょい近づいてみるか。君が鍵を持ってるのかな？君かな？あ、あった！ただ上からも行けたけど、せっかくだしね。宝物の中身見たいよな。何があるかな？この宝。うわぁ！うわぁ！隠し扉だったんだ。こんなにあった。見て。すげえ。これすごい。いろいろ見つけた。何があるか。見てみましょう。うおー、何があるんだ。何が。え、何もない。全部いくらだ。全部いくらもいっぱい持ってる。こんなにいくらいらんよ。え、何かに使えんのかな？持ちすぎだよ、いくら。ありがとな。何かに使うよ。こっちだけが喜ぶよ。なんか隠し扉みたいなの見つけたよ。まあ、あれはあれでね。面白かったからいいんですよね。はい。さっき使った3000ももう今ので回収できちゃったな。あ、ラストっぽいな。あと落ちてるの探そうか。あ、ここありそうじゃない？あ、出た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 。自分で掘るやつ。自分で掘るやつ、ありがとう。煮干しゲット。
煮干しゲットー。まだ最後にこっち側だろ、あるとしたら。絶対こっちだろ。あはは、出た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 。今日ね、今日結構引くよ、こういうの。ないね、あとね。オッケー。今日結構こういうの、多いよ。はい。行きましょう。はい。ラスト多分ラスト。今回のステージも終盤に入ってまいりました。寂しいです。俺はもっとヒーローモードやりたいです。エクスプロッシャーじゃないですか。これ何これ、ゴール目指すんかな、また。射程を活かしてゴールしましょう。あ、スイッチ押すタイプだ。なるほど。確かにエクスプロッシャーは弾がでかいから。よく濡れるしな。これで、正面行って、はい。イカロールをしっかり使って、はい。これイカロール見せると、これはやられてしまうので、死んでしまうので。お、壊すの？お、なんかなる。はい。はい。これ上狙わないと爆発で倒せないんで。よし、開いた。いきなり現れてびっくりしちゃったんだけど、あ、これ上通すんだろうな。はい、オッケーでーす。はい。からの、あれ壊せるかな、届くか、届いた。やべ、一匹なんか残ってる。生命力が強いですね。お、これ見とこっか、一応。なるほど、上に登るタイプですね。せっかくなんでこれ壊しとくか。何もなしと。上から。一応当てれるんですけど、まあ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 、別にこういうことしなくてもね、いけちゃうね。はいはい、上に登るんだよな、上に。ああ、別に叩かなくてよかったんだ。上に登れるぞ。さあ、最終チェックポイント一応アーマー取っときましょう。さあ、登っていきましょう。ああ、危ない。イカロール、さすがにイカロール。さすがにイカロールオッケー。イカロールできなかったけどオッケー。はい。はい。あ。はい。はい。はい、クエイ。あー、最後終わっちゃう。ごめんなさい、終わっちゃった。全然ごめんなさいじゃないけど。勝った。本日、ありがとうございました。全然攻略できますね。未だに衰えがない。全然や、もじゃもじゃ。目の前のもじゃもじゃが見える。よっしゃー。本当に終わりか？で、1から13まで全部あります。サイト5、終了いたしました！サイト5。終わりました。もうサイト6に行く道が出てます。マップを見ても、もう、あれ？もっと見やすいマップない？あ、戻るしかない。あ、オッケーオッケー、まあいいや。まあいいや。次はですね、このサイト6の方に行こうかなと思ってます。で、ミステリーファイルも今日は流れでゲットできたので、次回また楽しみにしておいてください。ありがとうございました。バイバーイ。